高田さん、ダメっすよ。いや、これオラフくんがやった。うわ、オラフくん、それな、ないって。いや、ほんと、いや、ちょっと待って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 、いや、これだって絶対俺が釣られるってことに、タクは状況を説明させていただきます。これは結構ね、アルトの信頼度高いんで。あ、よかった。はい、僕ちょっとびっくりしちゃいました。多分、間違いだと思うんですけど、なんかツナパイさんがウェポンの上のベントから出てきたように見えちゃったからびっくりして、あ、そっか、ダウンロードかと思って一人で納得してました。ん、多分じゃあスナパイさんやりますか。やめてください、スナパイさん白いです。え、逆に白まで行くの。そこまで行っちゃう。まあ、スナパイから説明すると、僕が初手最初右に抜けて、で考えて、あのウェポンのダウンロードをやってたんですね。そこに、左から、マックスさんと武雄さんが同時に入ってきて、同時にウェポン始めました、シューティングを。で、僕はダウンロードが終わったんで、O2 に向かいましたとさ、まあ、見えなかっただけですそれでびっくりしちゃって。慎太郎くんやな。僕もスナパイさんのダウンロード見えてなかったんだよな。僕は今、その武雄さんがクルーアピレ言ったように聞こえたんで、武雄さんがいいことだなと思って。演技派だな。僕、視界狭いんで。慎太郎さんの動きがちょっと気になってるんですよ、ね。どうぞ。私、初手下にエレクトリカルの Q、エレクトリカルのストレージ前の Q に行こうとしたんですけど、その際に、はい、ドラナも合わなかったのに、Q 終わったぐらいで慎太郎さんが右下のストレージ下のゴミ捨てから左に動くムーブを見せた。うん、あそこって最初は見捨ててないはずなんで。いや、僕はタスクは一切やってないので。どういうことですか。どういうこと。だから最速で、ストレージの方まで向かって、はい、そこから、ゴミ捨て場のタスクがあるところがあるじゃないですか。はい、まあそこから回るように時計回りで回ってるだけなんで。あ、ぐるぐるしたかった。回ってたのは見ました。アドミンから出てきた時に、一回会いましたけれど。なんか慎太郎くんタスク全然今日このターンできてないみたいだから、うん、幽霊で、あ、幽霊でかわいそう。いや、僕タスク早いから、これでも多分俺が一番早く終わるから。すごいし、なんかすごい、この連載言ってみたい。あ、動かない。すごい。まあみんないたんで、しても大丈夫だろうと。めちゃくちゃ固まってましたね。まあ、そうですね。確かに。うん、ストレージに密集してた。いやーですね。死にやすいところに複数いましたね。まあなんか死んでたとしても、なんか結構みんな固まってるっぽかったんで、結構絞れるかなと思って。うん、いやー、インポスターだけどきついわ。いや、これ高田さんインポスター説ありますね。きついきつい。高田さんどうしますこれ。どうやって勝ちますか。いや、どうやって勝とうね、ちょっと。あ、これ声入ってるやつもしかして。ちょっとやばい。ちょっとやばい。まずはちょっとオラフ君から離れてもらって、高田さんは。え、何、いつにいるのずっと。え、一緒にいる。ずっと一緒にいる。え、誰、オラフ君がずっと高田と一緒だったの。ずっと狙ってませんこれ。狙ってない。いやー、ごめんごめん、狙ってる狙ってる。いつやってやろうかなって狙ってる。ずーっと狙ってる。これまた自白パターンだな。うん、これでもね、違う、自白パターンを一回やってるからもうやらない。いや、裏切られたのもさっきやられたんですよ。リアクターで裏切られた。ちょっと次はどのパターンだ。タスクやんなきゃやばいな、俺。ああ、入ってる。入ってる。これ二郎ですね。やばい。いや、これは自動票。二郎入ってる。自動票。やばいよ、ここで自動票。
高田さん、ダメっすよ。いや、これ、オラフ君がやった。うわ、オラフ君、それないって。いや、ほんと、ほんと、いや、ちょっと待って、待って、待って、待って。いや、これ、だって、絶対俺が釣られるってことに、たくは。状況を説明させていただきます。今、はい、多分リアクターが鳴った後に、セキュリティをみんな入れてる、うん。いやいや、ちょっと待って、この2択絶対俺が。マックスさんが、出てきたんですけど、高田さんもなんか後ろから出てきて、シュパッてやって、アッパーエンジンの方に逃げていって、違う。目の前にいてレポートをしたって感じ。全体から見て分かると思うけど、俺多分リアクター行ってなかったと思うんだけど、俺アッパーエンジン側で閉じ込められた、うん、アッパーエンジンのメッドベイ側の方ね。もうアッパーエンジンの中じゃなくて。うん、で、扉が開いて、下下ったらオラフ君と、マックスが立ってて、オラフ君がマックスキルしてレポートしたから。いや、ゲイさん、ゲイさん信じてくれますよね。いや、この2択絶対俺が入る。オラフさんとマックスさんがいたのは見ていて、僕出る直前これでもどっちにどうしようかな。いや、ちょっと待って、声。いや、このパターンか。まあ、ローラーは確定的に思う。もう何票か先に入ってたよ、もう。いや、絶対俺に入ってるよ。じゃあ俺、まあ、仮にじゃあ俺からでもいいけど、俺はあくまで絶対ずってる、それは。もうなんでやるんすか。いや、なんでやるんすか。俺が言ってよ、それ。オラフ君の可能性あるな。これ相方慎太郎さんじゃないですか。違います。やめんな。マジかよ。竹雄、竹雄信じてるから俺は。竹雄さん。竹雄。竹雄さん。分かってくれみんなの票がどう割れるか。どう割れる。いや、ちょっと楽しみや。この可能性あるこれ。これちょっとどうなるか。どうなるかね。ちょっと待ってる可能性もあるんですけど。ちょっとどこ入れたかはちょっと控えさせていただきます。うわ、まあそうなるわな。意外と僅差だった。いや、もうマジオラフ君までちゃんと釣ってください。お願いします。よよし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 。はい。いや、さすがだよ。いやー、ボタン助かります。はい。まあ、もう一度釣れたんで。いやー、どっちなんだろう。オラフ君、真相は話せませんか。いや、もう僕は慎太郎さんと高田さんの二郎を。ちなみにその二郎に至った推理をお聞かせいただけますか。うん、いや、もう直感ですね、こればっかりは。もうタイトル初日にインポスター自白してみた。以上です。嫌な作品名やまた竹谷さん。リアクター上直された方ってどなたですか。ハイブリです。あ、ハイブリさんって慎太郎さんと一緒に来ました。慎太郎さんと一緒に入ってきて、誰が中、はい、誰か中に一人、僕下に立ってたんで、あ、慎太郎さん下来るんだと思って。いや、竹雄さんが弁当の上にいたから何やってんだろうって思って。いや、弁当の空気吸ってました。竹雄さんがインポスターで支援されたらめんどくさいんで下回っとこうかなと思って。なんかとりあえず僕は下に2人が行ったのを確認してから上に行ってます。あー、よかったよかった、もう満足だわ。じゃあ頑張ってください。あー、満足だわ。なんでいやー、よかったよかった。いや、袴がね、一応ないので、一応声はね、オートメイト入れてないから、これ。まあ、一応声入れないように。もしかしたら、スピーカーミュートしてない人もいるかもしれないから。死体発見です。アドミンの入り口のダウンロードら辺で、ゲンさんが死んでました。ダウンロード、うん、だからアドミン入ってすぐ直近す、ね、あれ、アルトさん直近アドミン行ってない。うん、その時ね、ゲンさんいたちゃんと。で、俺そのまま出て行って、
メッドベイ上あたりぐらいでリアクターが鳴り始めた。うん。多分、竹雄さんがそれ確認できるんじゃないかな。多分、竹雄さんだと思ってるんだけど、セキュリティ見てませんでした。見てましたね。で、スナパイさんも後ろから行ってたかな。合ってます？ごめん、竹雄さんは僕は視認できてないけど。いや、違います。僕、カメラ見てた。あ、僕がちょうどリアクター入る前ぐらいに竹尾さんがセキュリティから出てくるのを確認しているので、多分セキュリティ見てたの竹尾さんなんだろうなっていう、はい、スナッパイさんもメドベイの上の廊下のところにいたような気がしたんで、いろいろいろ、ね、うん、僕はウェポン側から端入ってきて、でカフェテリアを右から左に横断しているときに、下から来るアルトさんとカフェテリア内で合流して、で中に2人とも入った段階で扉が閉まり、僕はメッドベイに入って、竹尾さん目線って誰か白で置けます？結論は。カメラで映ってないですかね、その出入りした人物。そうそう、アドミンで死んでるならさ。ハイプレさんの位置聞きたい。俺、最終リアクター鳴ってる時にリアクターでタスクしてました。順路で行くと、どこだったっけな、シールドエレクトリカル。で、その後リアクターですね。エレクトリカルで藤宮さんとすれ違ってると思います。はい、 そうですね、その後リアクターに行っていて、リアクターも誰かと一緒に入った気がするんだけど。リアクターは僕とじゃないですか。違います。竹尾さんですかね。最後3人いましたよね、リアクター。アルト、竹尾あたりとじゃないですかね。僕どっちかっていうと慎太郎さんのセルフかなって思っちゃうな。うん、ね、セルフする必要はあんまないと思うんだよな。俺直近で藤宮さんとすれ違ってるから、ストレージの入り口ら辺で。ね、まあ、どっから来る藤宮さんと？エレクトリカルの下です。ああ、じゃあ違うね。いや、わからんなぁ。そっか。いやぁ。みんな喋ってたか。あ、うん、あ、いやいや、いいよ、その、オラフ君、インポスターでそんな演技しなくて。いや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 、わからんなぁ。いやいや、わからんなぁ、じゃないでしょ。いや。いや、自白してみたじゃないの、タイトル。慎太郎さんで会ってほしいけどな。慎太郎さん疑われてましたね。誰なんだろうな。慎太郎さんだったら大当たりなんですけどね、オラフ君。そうなんだね。誰なんやろ。さあ、誰だろう。はい。タスク終わったから押した。結構僕疑われ位置だったから誰かについていこうかなと思ってます。ああ、ローラーっていいんじゃないですかねって思うんですけど、アルトさんからの。そんなに絞れてる容疑者位置って。まずなぜ俺に、ああ、俺がゲンさん見てるから、まあ、スナパイさん視点、アルトさんが下から来てる。うん、うん、あでも、うん、でアドミンにいたってことは認めているけど、アルトさん視点でスナパイが無理なのは分かりますよね。分かる分かる分かる、うん、スナパイさんは絶対無理だ。で僕が弾かれる、で竹雄さんがあれ見てたから弾かれる、うん、そう、かハイブリさんとリアクターで、あ違う、ハイブリさんがリアクターにいるからハイブリさん弾かれる、はい、うんうんうん、で僕も慎太郎さんの後ろにいるので、慎太郎さん目線は僕が無理。俺藤宮さんとさ、まあでも僕ストレージから来てるから、そうだから僕目線、藤宮さんはまだ、まあ生きた源さんをストレージら辺で見てるんですけど、 あそうなんだ、はい、でまあ直近なので、確かに慎太郎さん視点はどうなる。いや僕目線は状況があんま分かってないから、まあ竹子さん、スナパイさん、ハイブリさんができないっていうんだったらアルトさんか藤宮さんのタッグ。俺正直アルトさんの姿一回も確認してないから何とも言えない。いや、竹尾さん見てないですよ。竹尾さんはアドミン付近から出てくるアルトさんを目視してる、うん、カメラで。ちょっとね、そこまで長い時間見てたわけじゃないんですよね。うん、僕はね、僕はウェポンから、はい、そのメトベ方面に向かって走っていくときに、弁当が開いてないことを証明できるので、アルトさんが仮に弁当を使ってアドミンの入り口を通らず、カメラに映らずにカフェテリアに入ることができるって言ったら、俺はできないって証言できる。弁当が開いてないの知ってるから。じゃあ結論、容疑者が3人だったら、釣っていいです、誰か。スナパイさんの投票に合わせて誰か吸ってください。そしたらアルトさんが一番黒い。藤宮さんが僕をずっと押し続けるのかが全然わからないんだけど。いやまあセリフが薄いからっていう。薄いっすか。難しい。みんなおのおの好きに投票して。それはバランです、うん。いいんじゃないですか。その方が考察しやすい。わあ。いいじゃないですかこれ。すごいなこれ。多分一郎は絶対落ちてるので。はい、
すごいじゃないですか。これ、ね、タスクがやめんで一回リアクター鳴らして引き寄せますね。スタールトさんすいません、ね、タスクがえぐいから。なんてこったなんてこったなんてこったすか。僕直し行ってます。途中で終わりましたけど。でもカフェテリア、カフェテリアの右側ですね。ウェポンの入り口らへんで機体があったんですけど、僕は直前会いましたね、竹尾さん。そうですね、カフェテリアでアルトさんと慎太郎さんが一緒にいるのを見てて、はい、まあ間違えてもタスクで勝てるっていう状況かな。そうですね、間違いない。終わります。アルトさんがペアで誰かがやったという証言をしていない以上もだって分かんないですもん。停電中だから、まあ、停電してたから分かんないですよね。まあでもね、実はね間違いようがないんですね。まあ藤宮さん以外ないけど、スナパイハイブリ藤宮3人ずっと一緒です。楽しかったね。竹尾さんしかいないんだ。でも竹尾さんはカメラ見てたんですよ。さっきが無理なんですね。おー、そりゃ無理だわ。あ、高田さんだったんだ。あ、俺です。マリナと思って。オラフクの前でマックスキルして。めっちゃ雑にやられたと思って。マジか、慎太郎さんだと思ってた。いや、僕もごめんなさい。慎太郎さんだと思ってた。絶対さ、その序盤にインポスター仕様というか、高田さんと変に LINE 繋いだせいでさ、これが足かせになるっていう。もうなんか、られてくれんかな、ちゃんと足かせになってた。何やっても黒く見えてたんで。いやー、慎太郎さんに入れりゃよかったかな、222になった時。まさか皆さん。